どうも、南小口です。さてですね、昨日ようやくですね、東京オリンピックで中断していた J3 リーグが再開しました。ロアスサポーターの皆さん、ロアストロスがですね、やっと明けましておめでとうございますっていう感じですかね。しかもですね、鬼門となってた後半の初戦、ロアスを見事に2対1で勝利しました。おめでとうございます。というわけでですね、今日はこの試合の解説をしていきながらですね、最後の方でね、この試合で得た収穫3つお伝えしますので、ぜひ最後までね、お付き合いください。では早速ですね、久しぶりに、ロアスの試合を解説していきたいと思います。まず先発メンバーからです。ゴールキーパー内山、なんとですね、うち今シーズンね、初出場、先発出場です。おめでとうございます。ディフェンス、右から黒木姿坂井、アンカーに川原、ミッドフィルダー上村岩下、そしてもうおなじみになった4トップ、右に杉山、センターフォワードに高橋と左ターレスということで、ゴールキーパー内山以外はですね、前半戦の最終戦と全く同じメンバーという形になりました。対するですね、鳥取の方は3バックにダブルボランチ、中盤4枚並べて1トップというようなフォーメーションでスタートしました。ゴールキーパーの田代選手、若干怪我があったということで、佐藤選手ですね、怪我があったということで、内山選手の先発、そしてゴールキーパー田代選手が初のベンチ入りですね。と、私が注目したのは岡本選手、久しぶりにベンチに帰ってきましたというところでの注目の試合のスタートです。立ち上がりからですね、ロアスはしっかりですね、ボールをこうピッチの横幅をしっかり使いながらね、よく動かすことができていました。そんな前半14分でした。酒井選手が、上がってきまして、このボールをですね、岩下選手へ横パスをしますと同時にですね、酒井選手がこのですね、岩下選手を内側からぐーっと追い抜いて全速力で入っていくんですね。そしてこの酒井選手を使うんじゃなくて、岩下選手はこれを逆サイドへ振ります、インスイングで。それをゴールキーパーが弾きまして、そこに飛び込んできたのが伊藤選手ということですね。で、伊藤選手が見事な先制ゴールということになります。で、このゴールのポイントなんですけどもですね、実はもちろん最後ね、伊藤選手が詰めて素晴らしいゴールを決めた、ここも素晴らしいんですが、なんと岩下選手がアリクロスを上げる時点で、この後ろから追い抜いてきた酒井選手を含む5人の選手がペナルティーエリアに飛び込んだというところなんですね。で、この酒井選手に後ろから前の選手を追い越すプレー、これをですね、ロアッソはこの中断期間にかなり練習を積んできたということです。で、それが生きた得点ということで、非常に嬉しい先制ゴールということになりました。で、この後もですね、ロアッソはいい展開をするんですが、追加点を奪えずに1対0のまま前半を終了します。そして後半に入るわけですが、残念ながらですね、後半の2分、相手選手のシュートで内山選手が弾いたところに、相手のフォワード石川選手がうまくこれを詰めまして、1対1の同点に追いつかれてしまいます。ただですね、ロアッソはここでバタつかなかった、これ非常に良かったですね。バタつかずにまた引き続き自分たちがボールを握るような試合を展開します。その中で後半17分でした。右サイドで岩下選手からのパスを受けた杉山選手がですね、ぐーっとドリブルでペナルティーエリアに侵入します。で、ここで杉山選手得意の切り返しを見せたところで、相手のディフェンダーがスライディングタックル、これが足が引っかかりまして PK を獲得しました。で、その PK をですね、杉山選手が落ち着いて決めてくれまして、2対1と勝ち越しゴールを奪うことができました。というわけでですね、この後も冷静に試合を運んだロアッソが、そのまま2対1というふうな勝利を無事収めるわけです。で、この勝利はですね、非常に大きな意味があります。それはですね、一昨シーズンもサポーターの皆さんは、もうしっかり記憶されてますけども、残念ながらこの後半戦の初戦でですね、試合を落としてしまって、ロアスはそのままこう失速してしまったんですね。いわゆるこの後半のスタートの一戦、これがね、鬼門となってました。
これを突破したこと、これは意味が大きいですね。さてです、この試合の収穫です。まあ、その鬼門を突破したことはもちろん一番大きいんですが、私は収穫が3つあると思っています。1つ目、先ほど解説しました先制点。これが追い越すプレー、追い越した得点だったということですね。先ほどもちょっと触れたようにですね、この追い越すプレーっていうのをロアッソ熊本はですね、この中断期間ですね、しっかり練習を積んできたというふうな情報が入っています。そういった自分たちがトレーニングしてきたプレーが生きて得点につながる、勝利につながった、こういった成功体験ですね、成功体験をしていくということは非常にですね、大きな成長につながります。これを大きかった。二つ目、この後ここでね、メンバーチェンジのことお伝えし忘れてましたね。後半35分、杉山選手から坂本選手にメンバーチェンジされます。そして、後半の44分、ね、高橋選手から浅川選手。そして、伊藤選手から岡本選手へとメンバーチェンジが行われます。で、もう残り時間少なくなったですね、後半50分ですけども、水野選手と田原選手、こういった4人のメンバーチェンジが行われました。そこで、ここで私の収穫2つ目ですね、ベテラン岡本選手がピッチへ復帰しました。これですね、もちろんね、プレータイム自体は、まあ、5分少々というところでね、そんなに6分少々と少しですかね、アディショナルタイム含めてですね、そんなに長い時間プレーをしていませんが、ずっとね、怪我でピッチを離れていた岡本選手がここへ来てピッチへ戻ってきた。昨シーズンのキャプテンでもありますね。これからも一試合一試合が大事な試合で落とせない、その中で岡本選手が帰ってきたことは、これは非常に大きい。そして3つ目、今シーズン初出場、ゴールキーパー内山選手の活躍ということですね。ゴールキーパー内山選手、昨シーズンはね、全試合出場を果たしましたけども、残念ながらね、今シーズンは、ベテラン佐藤選手が入ってきたということで、まだ1試合も試合に出てませんでした。そういったセカンドゴールキーパーのポジションでありながらも、地道に努力を重ねてきて、そして満を持してプレーした昨日のプレー、素晴らしかったです。まあ、1点は、ね、失点しましたけども、勝利に貢献するプレーができました。これはどうして明るいかというと、やはりベンチ外にいる選手がいつも言いますように10人以上いるんですね。そのベンチ外の選手たちが、次は俺だというふうにやはり燃えることができる。そしてそれがチーム一丸となっていく。ここでね、内山選手が活躍したこと、非常に大きいです。以上3つ収穫でした。さて、来週はね、いよいよ、もう今週ですね、いよいよロアッソがホームに帰ってきます。みんなでさらに応援をして、ロアッソを J2 復帰に向けて支えていきましょう。頑張れロアッソ。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。またね。